山陽鉄道89山陽鉄道936120型はかつて日本国有鉄道の前身である鉄道院鉄道省に在籍した天田式蒸気機関車である元は山陽鉄道が1900年にアメリカのスケネクタリ社で8両を製造した車軸配置4から4から0に気筒端式の法和式天田機関車である山陽鉄道での形式は16系 番号は88から95であった。1906年、山陽鉄道は国有化されたが、しばらくは山陽鉄道時代の形式番号で使用された。その後、1909年には鉄道員の車両形式称号規定が制定され、本形式のうち7両は6120があたに改められた。本形式のうち1両は国有化直前の1906年に、 自社兵庫工場でシリンダの改造を受け33型となり、国有化に伴って6050型とされている。本形式は12型とともに5フィート系の導輪を持つ、急行列車兼引用機関車で、全室の2形式よりもやや大型であった。また、基本的なプラクティスは、鉄道員5700型に準じており、携帯も似通っている。ボイラーは、 上辺が水平なストレートトップ型となり、第一感動上に砂箱を、第二感動上に蒸気ドーム、過失上に台座を設けて安全弁を設置しており、天田は変ボギーの三軸タイプである。本形式の使用成績は良好であったと見え、山陽鉄道では自社で本形式を模倣した17型、25型を製造している。系の国有は、 糸崎、山田、大津に分散し、山陽本線の岡山、糸崎間、東海道本線の前原、大津間、草津線、三宮線で、区間列車用として使用されたが、後に岡山を経由して、米子に集結し、山陰本線で使用された。1924年から翌年にかけて、全車がタンク機関車に改造され、全6 0型となり、消滅した。 6050型については、岡山、広島間で使用された後、関西本線に移り、1922年に廃車された、6120系の所言を示す。6120型を1924年及び1925年に、タンク機関車に改造したものである。その際、煙突は、パイプ式に改められ、蒸気ドームと安全弁の間の狭いスペースに、 砂箱が増設された。増設された側水槽の容量は大きくないが、その代わりに後部水槽が増強され、他のタンク化改造機が一軸で受けたのに対して、内側大枠式の二軸ボギー台車となっている。改造はすべて高取工場で、改造年と新旧番号の対象は次の通りである。改造後は片町線で使用されたが、晩年は姫路や高取で、 入れ替え専用に使用された。廃車は1934年から19、ありがとうございます。